では両チームのメンバーです。まずはホームの町田です。ゴールキーパーポープウィリアム、3バック今日は深津、高橋、そして岡野がスタメンに入ります。右に尾長、左に奥山、高江と佐野の2センター、太田とドゥドゥの2シャドウ、最前線にはチョンテセです。一方の秋田です。ゴールキーパー今日は田中が戻りました。斉藤、千田、池田、若狭の最終ライン4枚です。江口と藤山の中盤センター、右に三上、左には今日は小暮、前線は武人、そして今日は吉田の2トップです。まあ、それによってこう、まあ、準備、それまでにどのような準備してきたかというのも大事だと思います。はい、ダイレクト裏へチャンス、ドゥドゥ、ビッグチャンス、ドゥドゥ、キーパーまだあります。まあ、こういい流れでしたよね。このサイズ選手のボールも非常に良かったですし、まあ、こうスペースに流すボール、尾長選手もいいボールでした。はい、最後池田選手もよく深津からここ斜め左サイドをつきます。奥山、先ほどフィニッシュの斉藤へ、後ろからチョンテセ、あ、PK、 PK です。そうですね、チョンテセ選手の体が先に入ったんですね。それを蹴ってしまったというところですね。まあ、ここも左下隅きっちり決めました、チョンテセ。29分、町田先生。キーパーの田中もコースを読んでいましたが、その指先、まあ、こう田中選手も読んでたんですけどね、まあ、それでも止められないというチョンテセ選手の、はい、まあ、このシュートのスピードの速さですよね。はい、これ一度止まると、まあ、それほど強いボール、ボールに向かっていく勢いが、もうワンチャンス、ツーチャンス作れるか。流れたボール、ドゥドゥ、チャンス、ドゥドゥだー、キーパーの肩口打ち抜いた。前半アディショナルタイム、町田追加点。素晴らしいシュートコースでした。ドゥドゥの右足、よく決めましたね。ことでしたね。まあ、この後のここの大津選手の反応、これ早かったですよね。そしてドゥル選手もそれを信じて走ってました。そしてこのシュートのところ、まずはここですよね。この大津選手うまかったですね、相手の股を抜いて、はい、でこのシュートのところ、まあ、このシュートのドゥル選手のモーションと振りだとファーサイドを狙うようなモーションなんですね。吉田の右足、巻いてくるボール、ファーサイド、池田の頭で入れてきた、うん、ダイレクトで合わせました。最後は小暮、大外、小暮が入っていきました。まあ、よりこうゴールに向かっていく圧力を強めてますよね。はい、ここは抜けてきた、ドゥドゥが行く、チャンス、ドゥドゥかわして浮かせた、ヘッドオーキー、さらにプッシュ、チョンテセ。そうですね、まずここドゥドゥ選手、ここキレありましたよね。早かったですね。でここでキーパーをかわして、このクロスも見事でした。で大津選手もゴールの枠捉えてるんですけれども、こうよく戻りましたよね。そしてこの後のチョンテセ選手のシュートのところも、これも千田選手ですね。千田ですね。千田選手、はい、ここでよく防いで、さらにその後ここも早かったですね。奥山です。太田、浮かせたボール、ドゥドゥ、奥山だ、ダイレクトのシュート、密集を乗って届きました、キーパーまで。奥山のフィニッシュです。フィニッシュ、サラウジョの後ろから池田、ダイレクト裏へ、チャンス、井上、さらに斉藤だ、フィニッシュまで持っていきました。秋田、太田が一体触ります。ダイレクトで縦へ反転したチャンス、さらに入ってきた太田、マイナス、ダイレクト、ビニシウス・アラウージョ合わせましたが、これ先ほどの決定機、太田からビニシウス・アラウージョ、はい、このタイミングもバッチリだったんですけどもね、もう少し引いてこう角度、ビニシウス選手が作ったところに大津選手がゴール。日向、ビニシウス・アラウージョ、チャンス、いいタイミングですね。入れてきた、清水、ダイレクトで合わせました、決定機でした。目安の4分台に入りました、アディショナルタイムです。そ
してここで長い笛、タイムアップのホイッスル。町田1試合ぶりの勝利、そしてホーム3連勝。これで今季のホームは6勝3分け1敗、実に21ポイントを獲得。8勝5分け6敗で勝ち点を29に伸ばしました。